日本時間9月15日早朝から競技がスタートするオータムクラシック2023に出場するりくりゅうペア。そんな2人の情報が ISU サイトで更新されると、カナダ合宿を行っているユナスミペアのトレーニング動画も公開されるなど、日本ペアの話題で SNS が盛り上がっています。チャレンジャーシリーズの一つオータムクラシックに、山本草太選手や坂本花織選手、千葉百音選手らと参戦するりくりゅうペア。今シーズンの世界選手権と同じモントリオールが会場ということもあり、前人未到の日本ペアとしての2連覇に向け、2人のシーズンが始まります。コロナ禍明けとなる2シーズン前の今大会で優勝していた2人は、200点を超えるという目標を立て、ショートプログラムの完璧なハレルヤで72点差に2点を獲得すると、フリー、ウーマンでも大技を次々と成功させ、総合 204.06 点で国際大会初優勝を果たしていました。そんな2人の今シーズンのプログラムのうち、ショートプログラムについてはアイスショーで披露されており、ベートーベンの月光のリズムに1950年代にヒットした名曲 I put a spell on you を合わせるという個性的なプログラムで新境地に挑んでいます。そして新フリーについては、7月上旬頃に曲が噂されていましたが、この度 ISU サイトで更新され、セリーヌ・ディオンさんとジャン・ピエール・フェルランドさんが歌うアンチャンスクオサー、直訳であるチャンスということが明らかとなりました。これを知ったファンの方々からは、りくりゅうのバイオが更新されてて、今期のフリーはセリーヌ・ディオンなのね、今シーズンはどんな演技かまだ見ぬフリーが楽しみなどといった、これまで明かされてこなかったフリーへの期待の声が寄せられていました。この曲の歌詞の中に、男性が女性を追い求めるような部分があり、大型犬である木原選手が猫である三浦選手を求めたり、力強く包み込んだりするような姿を妄想させるなど、きっと2人の新シーズンの幕開けから新たな伝説のスタートを見せてくれることでしょう。そしてそんな2人が練習拠点とするスケートオークビルでは、日本の新生ペアであるユナスミとサエルカが強化合宿を行っているのですが、メーガン・デュハメルコーチから、ユナスミによるペアサーキット、今日は有酸素運動のための長いプログラムをシミュレーションと、かなりきつめの陸上トレーニングをする2組の姿が投稿。施設の観覧席の通路を走るのはもちろん、階段を駆け上がったり、太ももにゴムバンドをしたまま左右に飛んだりするなど、ハードなメニューなのですが、2人は笑顔や姿勢の良いリフトを見せてくれていました。この投稿をご覧になったファンの方々からは、ユナスミは今シーズンのワールド狙ってるんだろうな、サエルカも一緒にトレーニングしてるし、日本ペアが盛り上がってきたなどといった声が寄せられていました。詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。りくりゅうのバイオが更新されてて、今期のフリーはセリーヌ・ディオンなのね。りくりゅうがターニングポイントと言っていたオータムクラシックから早2年、今シーズンはどんな演技かまだ見ぬフリーが楽しみ。りくりゅうのフリーが気になりすぎる。月光もいいけどセリーヌって、りくりゅうの出場するオータムクラシックはカナダのケベックで開催されるんだね。この前和合さんの番組で旅行したところだ。いよいよりくりゅうが初戦とするオータムクラシック近づいてきましたね。ショートのレベルアップとまだ見ぬフリーがどんな感じなのか楽しみ。坂
昨シーズンのフリーはりくりゅうらしい多幸感あふれるプロだったけど、今シーズンのも期待したい。りくりゅうのフリーの曲はフランス語なのかな。めっちゃラブソングって感じじゃないのか。ともあれ演技が楽しみでならない。セリーヌ・ディオンさんとジャンピエーヌ・フェルダンさんのデュエット、りくりゅうが滑るとどんなフリーになるか、もうすでに興奮してきた。りくりゅうはいつ頃移動かな。楽しみすぎて急にドキドキしてきた。ケベックまでは近いだろうけど、もう移動してるのかな。前日の練習から見れたら嬉しいな。ペアで新組が生まれ成長できるのも、りくりゅうが世界のど真ん中で安定して戦えてるからだと思う。今シーズンも期待してますよ。ユナスミの陸上リフトが素敵。支える森口くんもユナちゃんも体幹強そう。ユナスミとサエルカがトレーニングしてる。ユナちゃんのニコニコした笑顔が素敵。森口くんの体型もがっしりしてきたように見える。ユナスミがメーガンのリクトレ頑張ってる。サエルカも一緒に怪我なく頑張って。それにしてもこのトレーニング本当にきつそうだわ。ハードなトレーニングだと思うけど、ユナちゃんニコニコ楽しそうで可愛い。メーガン動画上げてくれてありがとう。ユナスミとサエルカのリクトレ動画、こうやって筋力や基礎体力つけていくんだね。ユナスミはリフト結構安定してるし、今シーズンのワールド狙ってるんだろうな。サエルカも一緒にトレーニングしてるし、日本ペアが盛り上がってきたね。